前回の杉永チャンネルは。それではレッツゴー、やっちゃいにさん。はい、くーくーくよ。1軒目到着、行ってきます。はい、まずはユニクロさんでーす。買えませんでした。はい、自由でーす。買えませんでした。はい、同じミセガストさんでーす。あれ言っていいですか、小さい声で言うんで。ブラボー、買えちゃいました。ミニマリストの服、購入品がこちら。ブラボー。はい、今回買ってきたものこちら。はい、はい、こちらスタンドカラーコートです。襟が立ってるのでスタンドカラーコート、まあ、襟立てないでも着れるんだけどね。ね、今年はこれでしょってぐらいね、襟が立ってるのが男女問わず人気です。めっちゃ流行ってるし、かっこいい、かわいい。はい、こちら8000円で購入してきました。タグがついてたんで新品っていう感じ。 ZOZO で調べたら1万5000円ぐらいだったから、めっちゃお得。もしかしたら素材がね、サラサラした素材、雪国の人とかだったらちょっと無理かもね。でもまあここ静岡なんで大丈夫。その素材の分ね、軽いんですよ。まあ中にね、スウェットとかハイネックとかも着るので、あんまり暑すぎてもね。はい、こちら裏側、まあスタンドカラーコートっていうのは、まあ上までね、ちゃんと着てるから、マフラーいらずなんですよ。はい、開けるとこんな感じで、襟がまあ大きくね、開きます。こうするとマフラーとかもできるし、まあさっきみたいにスヌードとかもできるよね。パーカーなんかも着れちゃいます。そして見てこれ、ここです。はい、この後ろのね、この切れ込みっていうの、なんていうの？これがいいでしょう。後ろから見た時すっごいおしゃれだし、なんかエモいんだよね。僕的には女性なんか特にこれあった方がいい。この切れ込みみたいなね、この一回この折り返しみたいなね、こっちのタイプ買った方がいい絶対。はい、見てこのラスボス感、長いよ丈、いい感じでしょ。これ一着でかなり綺麗めなファッションになるでしょ。長さも結構あっていいよね。誰がカラオケでエグザイルのラバーズアゲイン歌えそうな人だよ。何回も言うけどね、女性も買って、カップルでおソロコーデしたらいいよ。僕はできないから、夢叶えてよいないからさ。メリークリスマス。はい、いかがだったでしょうか。ミニマリスト服買いに行く、こんなに素敵なコートを手に入れることができました。さすが年男、終わるけどサンタさんから最高のプレゼントをもらいました。お金出したけどね。ぜひ皆さんも年末年始の買い物、素敵な一着をゲットしてみましょう。
スタンドカラーコートマジで流行ってるから検索してみて買ってみて。はい、今回の動画が参考になったよ。いいね、似合うね、メリークリスマスと少しでも思ってくれたらグッドボタンで教えてください。ちゃんちゃんねるねる、チャンネル登録のボタンもポチッとよろしくお願いします。はい、それでは本日は以上です。また会いましょう。バイバーイ、メリークリスマス。